こんにちは、いきいきメール千葉の時間です。この番組は毎月1日と15日に発行している千葉市政便りや市内で行われるイベントの紹介を通して千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。皆さんの生活にぜひお役立てください。それでは最初に千葉市政便より3月15日号の内容から紹介していきましょう。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。千葉市政便より3月15日号では市内のお花見スポットについて特集しています。まずは第1面から、春だ桜だお花見だと題し、市内のお花見が楽しめるスポットについて特集しています。今年も待ちに待った桜の季節がやってきます。紙面では市内のお花見スポットとしてボートに乗って池からも桜が眺められる千葉公園や、花見川沿いの桜並木と菜の花畑が楽しめる花島公園のほか、日本桜名所100選に認定されている泉自然公園など8カ所を紹介しています。詳しくは紙面をご覧ください。これらお花見スポットの一部は観光協会のホームページで桜の開花状況を確認できます。また第4面では3月25日土曜日から開催の千葉城桜祭りなど桜のイベント情報を掲載しています。合わせてご覧ください。続いて第2面では可燃ごみの自己搬入先などの変更について紹介しています。焼却ごみの削減が計画通り達成されたことから、老朽化が著しい北谷清掃工場を3月31日金曜日で停止し、今後は新港清掃工場及び北清掃工場の2カ所で市内の焼却ごみを処理します。紙面では北谷清掃工場停止に伴い、可燃ごみの自己搬入先や古紙回収庫の設置場所、可燃ごみのステーション収集が変更されることをお知らせしています。詳しくは紙面をご覧ください。続いて第4面では自然を楽しもうと題し、自然観察会と稲作体験講座の参加者募集についてお知らせしています。市では自然を身近に感じていただくため、定期的に自然と触れ合えるイベントを開催しています。紙面では若葉区の泉自然公園で行われる春に見ごろを迎える花を観察する自然観察会、春の自然観察や菖蒲田付近のカタクリを観察するカタクリガイドのほか、小魚やヤドカリなどの生き物を観察する美浜区の稲毛海浜公園自然観察会、水ぬるむ浜辺の生き物たち、ヤマガラやメジロなどの鳥を観察する若葉区の大草八津田生き物の里自然観察会八津田の鳥入門、公園内の田んぼで田植えから収穫までを体験できる若葉区の宮古川水の里公園稲作体験講座を紹介しています。稲作体験講座以外のイベントはいずれも当日参加可能ですので、ぜひお越しください。詳しくは紙面をご覧ください。以上、千葉市政便より3月15日号の掲載内容について紹介しました。続いては千葉市政便より第5面に掲載している市美術館で開催する展覧会、絵本はここから始まった、ウォルター・クレインの本の仕事についてお知らせします。市美術館では4月5日水曜日から5月28日日曜日まで、絵本はここから始まった、ウォルター・クレインの本の仕事が開催されます。ウォルター・クレインは19世紀後半にイギリスで活躍し、現代の絵本の基礎を築いた重要な画家として知られています。今回は本の仕事を中心にクレインの芸術を本格的に紹介する日本で初めての展覧会であり、
美女と野獣などおよそ140点の作品を展示します。この機会にぜひご覧ください。また展覧会に関連したイベントとして、会期中の水曜日午後2時からギャラリートークを、4月29日昭和の日午後1時30分から市美術館の11階講堂でワークショップ花の庭美術館で妖精を見つけようを開催します。申し込みは4月19日水曜日必着、往復はがきで市美術館へお申し込みください。また5月5日子どもの日午後2時からは講演会、ウォルター・クレインの絵本ビクトリア時代に現代の絵本の源流をたどるを開催。参加希望の方には当日正午から11階で整理券を配布します。詳しくは市美術館電話221-2311までお問い合わせください。クレインのほぼすべての絵本と主要な挿絵本を網羅する日本初の展覧会です。ぜひ足をお運びください。お知らせは以上です。千葉市政田よりは毎月1日と15日に新聞折り込みで配布しています。また市役所1階案内、各区役所、市民センター連絡所、公民館、市図書館、コミュニティセンターの窓口、市内のセブンイレブン各店舗、そごう千葉店などでも配布しています。このほかインターネットサービスマイ広報誌を使って読むこともできます。ぜひ市民生活にお役立てください。では続きまして千葉市のトピックスをお伝えします。市の芸術の祭典、千葉市民芸術祭が開幕しました。2月26日日曜日、生涯学習センターで千葉市民芸術祭の開幕式典が開催されました。千葉市民芸術祭は芸術文化に親しんでもらうために毎年行われており、美術、演劇、文芸、音楽、茶道、華道、伝統芸能の6つの分野の催しが1ヶ月にわたって行われています。開幕式典では3つの団体が記念講演を実施。まずは千葉市郷土芸能保存協会の皆さんが獅子舞を披露しました。続いて華麗な舞で会場を魅了したのは、全国大会優勝の経験を持つ市立稲毛高校ダンスドリル部の皆さん。最後は市立千葉高校吹奏楽部による演奏が行われ、息の合った流れるような旋律がホールに響き渡りました。続いて市美術館では24日まで千葉市民美術展覧会、通称市展が開催されています。今回の視点では美術館の5つのフロアを使って、日本画、洋画、彫刻、工芸、書道、写真、グラフィックデザインの7部門からおよそ900点の作品を展示しています。私もちょっとやってるので励みになりました。できたら視点に出してみたいですね。千葉市民芸術祭は3月26日日曜日まで開催しています。ぜひお越しください。さて、お送りしましたイキイキメール千葉、いかがでしたか。次回は4月5日から8日に千葉市政田より、4月1日号の内容をお伝えしていきます。次回も千葉市政田よりをご覧になりながら番組をお楽しみください。それではイキイキメール千葉、今回はこの辺で失礼いたします。さようなら。